ですよ。軽ぞろいチャンス中だって。でもそんなに強くないのかな、これ軽ぞろい。どこ押したら期待でした。 OK OK。 えい、近くだね。え、近く、やばい。えぇ、ー、3連、3連。おぉ、めっちゃ綺麗じゃないこれ、すごい。ケラッシュ、ケロロズガラの狙えて出るんですけど、虹色だといいんですけど、緑とかだとちょっと期待度低いかなっていう。赤、これ赤ですよね。当たった、セット上乗せ、え、上乗せセット、違う。ほい、一個、一つ目赤、ストック二つ目。これちょっとさ、見にくいな。3つ目、あ、4つ、4つだって。やったー、特化ゾーンも入ったので、これでミッションもクリアしました。早いな。早い。はい、ということで、あの2つ目のミッションクリアして、ミュージカル出演のチャンスをね、いただいたので、ちょっとね、歌をね、歌いたいと思います。緊張するわ、みんな見てるもん。いくよ。ケロケロケロ、いざ進め、地球侵略せよ、ケケロケロ傘持って、出かけた日にはいつも晴れ。カメラアングル超やばい。どうですか、 OK ですか。え、閉まるのはこういう、ちょっと待って。はい、ということで以上です。Vプレス動画をご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。エミナナ、エミナナチャンス、萩さん、ともども今年も1年よろしくお願いいたします。はい、ということで新年一発目、本日は1月3日でございます。2018年一発目ということで、はい、まあ、2017年からこのエミナナチャンスが始まったんですけども、はいはい、終始報告をしたいと思うんだけど、はい、どう思う？え？プラスだと思う。プラスだと思う。結構勝ってたよね。うん。でも数百枚だと思う。勝ってても。シャープ1からシャープ17まで行ってきて、はい、総投資、はい、13,860枚。総投資？総投資。やばくない？結構入れてるよね。結構いけてるでしょ。いけてるよね。やってた。回収。はい。15,524枚、おプラスの1,664枚。やったー。なんかありますか、ご褒美は。ご褒美は特にないから。あ、ないですね。ないんだ。巻物あるよ。巻物だ、巻物だ。よし。この前ね、バジ2でね、おぼろちゃん画面で始まったんだけどね、多分 80% 継続だったんですけど、おぼろちゃん。いやでもね、普通ね、単発とかもありえるから。87ゲーム313枚です。
あ、ズーン見せ場できた。私まだ今年初詣に行っておりませんなんかホールで神頼みできないかなって考えたんですよ。たら凱旋があったんですよ。本日の凱旋で占ってみようかなと思っております。気合い込めて、もう一個、もう一個、もう一個、やったー。まだわからないよ。さあもう一個、もう一個、おー、うまい。おー、やばー、やったー。押し順不問の右上がりね。よかった、よかった、よし。願ってたよ。びっくりした、浅沼だよ願ってた SGG 目標はいくつ？え、目標3つ3つ3つじゃあいきましょう。はい、お願いします。右手だからね、レバーオンは。めっちゃびっくりしたんだけど。エクストラ入ったんじゃないかな、それ。なんで？入ってるわ、これ。ニコ？なるべく押し順ナビだった。今3つ数えとくから普通に打っていい。分かった。いやー戻したいな。4つ。うわー、ミッション SGG にすればよかった。もう寒いから入りましょう。早速もう打っていきましょう。まあ、ちなみに台を押さえて、台を押さえました。台を押さえまして、ウルトラセブン要望通り、はい、実践していきたいと思います。友達にさ、4月3日生まれの子が2人いてさ、なんか私が、あー、やっと19歳になったわと思ったらもう20歳みたいなね。もう20歳みたいな。お、来た。クリザリオ。嘘、マジで？ね、これ押してないよ。押せって出てなかった。やったー、ミッションクリアー。
まあ、300ぐらいは本当いきたいよね、平均は。行きます。お、始まってたじゃん。いつの間に始まってんの。いや普通に始まってたよ。嘘。で揃えばまた15ゲームに戻る。え、いつ始まったの。え、これ100で終わるパターンじゃない。いや平均300ゲームだから。100で終わるじゃん、これ。あと3ゲームしかないんだけど。え、ああああ、来た、チェリー来た、チェリー。ここにリプレイ止まったら弱チェリーね、真ん中に弱チェ20ゲームうそー。とりあえずね、あの上乗せのゲーム数はねちょっと少なかったものの、引いたことは引けたので、ミッションのクリアのカードを引いていきたいと思います。お願いします。さあ、これさ、またやるんですか。すごい雪積もって。